こんにちは、柴田です。今回はこちらのギターのレビューなんですけれども、見た目いかがでしょうか。なんとなく見覚えが皆さんあるかと思うんですけれども、サーっぽいですよね。サーっぽいヘッドにこの SSH のカバード。しかしこれはサーではございません。 GTRS と書いております。これはですね、エフェクターで有名なムーアのギターです。ムーアがね、ギター出してることは僕も知らなかったんですけれども、千葉管楽器に入りましたので、こちらご紹介させていただきます。最大の特徴はですね、ここね、黒いつまみになってるんですけれども、なんとなんとこれね、エフェクト内蔵なんですよ。ムーアで有名なのは GE シリーズですね、マルチエフェクターなんですけれども、そのアプリとですね、このギターが連携して、Bluetooth で音色を入れれるようになっております。これはなかなか面白そうですよね。見た目はサーで内蔵されたエフェクト、そしてローストのネックにボディはバスウッドなんですよね。この色もいいですよね。で QR はね、ここにね、ヘッド裏に貼ってあったりとか、あとここのね、プレートにもね、QR があるんですよ。これを読むとアプリとかに飛ぶんですかね。ほんとね、近代的なギターになっております。まあ生音は普通というか、ちょっと固めな。ネックはね、ローストでめっちゃ太くて、かなりね、Cシェイブのね、極太になってます。レスポール並みの太さですね。でペグはオリジナルですけれども、全然ね、悪い感じはしないです。で差し込みがですね、ちょっとストラトと違いますね。ここですね。おうおうおう、あ、電池もここか。こういう風に電池ボックスになっております。でまずリアからハムです。まあ太めだけど結構カラッとしてる。音作りはしやすそう。ミックスも、ああやっぱり。まあ想像通りの。ハムとセンターのミックスだけどカラッとしてる。センターズ。まあ全体的に結構。今風サウンドな感じですね。ちょっと歪ましてハムらしさがしっかりね、結構なんか本当にさっぱり、全然モコつきがないというか。ではでは本題に行きます。まずね、ここポチッと押してじゃないか、長押しか、長押しすると、あ違うか、あスイッチくるっと回してスイッチですね。音が、
近い状態でね多分使えるようになってると思うんで、サウンドのねクオリティはね結構高いと思います。別売りでフットペダルもあるみたいなんで、まあライブもねいけるっちゃいけると思いますよ。こうやってね中国企業はね新たなね斬新なギターに取り組んでいるので、ぜひぜひですね日本のブランドも頑張ってほしいですね。今後のギターの進化にも期待したいと思います。ご視聴ありがとうございました。シーマドでした。